皆さん動画見ていいと思った方はまずはチャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いします。それでは本編どうぞ。皆さんこんにちは、サラサラケイチです。こんにちは。今日もライジンバンタム級準々決勝の試合振り返り解説やな、はい、振り返り解説をやっていきたいと思います、はい、で会長、今日やるカード発表お願いします、はい、セミファイナルの井上直樹選手、うん、VS 金太郎選手の試合を振り返って、うん、勝敗のお金目はここだっていうのをサラサラ選手に徹底分析してもらいたいと思うんですよ。さあ、この試合面白かったわ。この試合面白かったな。うん、うん、もう俺はめちゃめちゃちょっとしゃべりたいなっていう気持ちはあんねん、はい、ああぜひ勝敗のお金目というか、うん、プロ目線で、うん、その辺とこ深掘りして、うん、素人の人に教えてください、うん、お願いします、まあ、19歳で USC と最年少で契約した井上選手と、はい、まあ金太郎選手も、まあ、19歳ぐらいの時はアウトサイダーか、はい、やっぱお互い全然キャリアが違う、はい、選手同士が交わる大会、はい、あの試合であって、はい、うん、まあ、今回優勝候補は井上選手って言われてる中で、はい、まあ、金太郎の打撃やったらひょっとしたら当てれるかもわからんっていう、はい、そういう中のひょっとしたらみたいな、うん、楽しみがある試合やって、はい、うん、で実際これ蓋開けてみて、はい、結構金太郎選手って打ち合いバチバチするやん、はい、結構噛み合うやん、はい、でもこれ1ラウンド最初始まった時に、はい、井上選手がプレスかけて、はい、もうずっと金太郎選手に圧力かけて、はい、バックステップとか横を使いながら、はい、いい感じにプレスを与えとって、で金太郎選手が行こうとしたら、はい、井上選手はバックステップで消えんねん。で金太郎選手からしたら、あ、行かれへんってなる。でも前にまた来た、はい、でそれの繰り返しで距離感を制圧されとって、要するに当たらない距離に井上選手が絶対におったところですか。そうそう、金太郎選手が打っても、うん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 、ほんで井上選手は金太郎選手に対して、はい、ジャブと前足でカーフキックを対応しとった、はい、うん、でそれで多分距離をずっと保ってタイミングとか相手の動きをこうよく見とったと思う。ああなるほど、うん、だからこう見てる状態やから、はい、こう突っ込んだりとかしない、打ってこうやって下がって見てるから、へえ、だから結構安全な位置で金太郎選手にプレスかけてる。でも金太郎選手はやっぱそこ一発狙ってるから、はい、来たらどっかでやったるっていうプレッシャーは、はい、多分井上選手感じ取ったと思うね。あ、はいはいはい、それを思った時に、はい、井上選手が金太郎選手にジャブして、あ、これストレートっていう時に、はい、打とうとして止めて、あ、なんで井上選手が、うん、あ、じゃあそれを見た時に井上選手めちゃめちゃ見てるなっていうのも思ったし、はい、逆にストレート打った時に自分が金太郎選手のパンチをもらう可能性があるな、カウンターでってことですか。そう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 、カウンターとか返しとかでもらう可能性がリスクあるなっていうのを自分で分かってたと思うね。ああ、なるほど。俺も実際試合に出て井上選手が右打った時に何かしら動きあるなっていうところで、多分動物の本能、はい、あ、それやるとやられるかもわからんっていうところで巻いてて、基本的には作ってたよな。え、巻いてって何ですか。左のジャブと、あ、ジャブで距離を取るやな、距離とな、はいはい、うん、右は封印したってことですね。そうそう、だから1ラウンドびっくりしたと思うね。いつも金太郎選手の試合ってもう打ち合いでガーンってやら、金太郎選手のハイキックとかが炸裂するやん、はい、それがあんまなかったわけ。あ、そういうのでなかったんや。そうそう、蹴ろうとしたら、めっちゃ面白い、井上選手がおれへん、うん、でも井上選手はその分ステップよく使ってる、はいはい、から結構 はい、足にも負担はかかってくる。ああ、ステップ切ってる方はかかってるってこと。うん、そうそうそう、だから1ラウンド2ラウンド3ラウンドで一番やっぱ1ラウンドがやっぱ足一番良かったよな、はい、良かったし、金太郎選手もまだ慣れてない、井上選手のそのプレスのかけ方に慣れてないから、はい、うん、まあ、1ラウンドは井上選手からしたら金太郎選手に対してはそんなに怖さもないし、はい、あ、この状態でいろんなフェイントかけて倒していこうかなって多分思ってたと思う。ああ、1ラウンドはね、うんうん、はいはい、で、その中で2ラウンド、はい、うん、まだ2ラウンド入っていって、はい、2ラウンドも同じような展開を作っていく中で、はい、でその中で金太郎選手が前に出る時間が 何度かあって、はい、やっぱその前に入った時に金太郎選手チャンスあるなっていうのを、はい、俺はその2ラウンドで見てる時に思って、はい、でもまだ井上選手のステップの方が勝ってる、あ、だからまだそこまで大丈夫やなっていうのを2ラウンドの印象はある、はい、うん、だからそのステップがやっぱ生きている限り井上選手を捉えるのは結構難しいかなって。それ簡単に言ったらどういうことなんですか。ステップが生きている限り捉えるっていうのは、
ステップをしてみたら上下に動いたり逃げれるからってことですか、うん、そうそう、動いて相手のことを見えてるから相手が来るって来る手前前にバックステップ逃げれんの。ああ、井上選手がね、相手が来てから逃げるんじゃなくて、はい、相手が来ようとする瞬間にその前に消えてんねん。ああ、そういうイメージだな、うん、あ、なるほどですね、はいはいはい、うん、ほんでやっぱ打ち合いになったら金太郎選手のパンチが当たる可能性がある場面が場面もあって、はいはい、うん、でそこでやっぱ井上選手は1ラウンド足ステップ使って、はい、2ラウンドステップ使って、はい、である程度消耗多分そんな見えへんで、はい、そんな顔にはそんな見えへんけど、はい、肉体的には多少やっぱ消耗してると思う、ね、ああステップをずっと使ってるから、うん、それで金太郎選手も足結構腫れてきてて、やっぱ手数が多いから井上選手、はい、井上選手の足のローキックみたいなのめっちゃ入ってましたよね、金太郎選手が、うんうんうん、はい、うん、あれもうまかったし、金太郎選手が入ってきた時に井上選手はやっぱ見てるねん、あ見てるし返してんねん。だから石渡選手の時も、はい、あの石渡選手のパンチもらって効かされて追撃来たけど、そこをついてしっかり見て反撃して逆に警護してるやん、はいはいはい、っていうので今回も金太郎選手が入ってきたところでもしっかり見てる。あでどっかのラウンドで金太郎選手がハイキック、はい、蹴った時に関節蹴り、それに合わせて関節蹴り、多分2ラウンドちゃいましたっけ、うんうんうん、はいはいはい、うん、あのタイミングで関節蹴り蹴れるのもすごいと思ったし、はい、ああなるほど、うん、やっぱ井上選手やっぱ相当強くなってきてるなって、ああなるほどですね、思うな、はいはいはい、うん、でもただ俺が思ってたのは、はい、その1ラウンド2ラウンド終わった時に、はい、まあ2ラウンドはまだいいとしても3ラウンド目でやっぱテイクダウンとか、はい、やっぱもうちょっと入れてくるんかなと思って、あ井上選手が、うん、はい、むしろ2ラウンドの時にテイクダウン1回ぐらい織り交ぜていってもよかったかなと思って、じゃあそこでテイクダウンの意識させたらもうちょっと打撃の部分でいろいろできるんかなって思って、はい、でもそれをせえへんかったんはなんでなんかなって俺はあの今でもちょっと思ってんねんけど、なるほどですね、はい、かといって打撃で見せるっていう試合をするんやったら右をどんどんもっと勝負しに行ったと思うね、はい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 、っていうことはちょっとその辺がちょっと俺の中ではあのポイントゲームしに行ってるんかなっていうところも、はいはいはい、うん、なんで3ラウンド、はい、でポイントゲームでもう1ラウンド2ラウンド、はい、取ってますもんね、うん、井上選手が取ってるやん、はい、で3ラウンド金太郎からしたら、はい、もう行かなしゃあない、もう倒さな勝たれへん、確かに、うん、行くしかない、はい、っていう部分で、あと井上選手もやっぱ疲労溜まってきてる、あそんだけステップ使ってるから、はい、体力的にってことですよね、うん、はい、で金太郎選手も、はい、もうそこは勝負感分かってるやん、はい、あここで行かなあかんなって、はい、いうところで圧力かけて何度も勝負の時間作っていく、確かに、うん、はい、じゃあ井上選手もやっぱどんどんポンポンってくるから、はい、でしかもやっぱすごいパンチが空切るから、はいはいはい、やばいと思うわけや、はいはい、その中でもやっぱ井上選手あの入られてでもやっぱ体ずらしてポジション移動して見て反撃してんねん、はい、やっぱそこはやっぱ強いねん、あやられっぱなしじゃないし、はい、やっぱしっかりちゃんと見てる、はい、っていうところがやっぱ井上選手強かったなと、やられてもそこで下がらへんってこと、うん、はでギリギリのところでかわしてんねんで、どういうことだから金太郎選手の攻撃をギリギリのところでかわしてんねん、はい、うん、あ全部ですか、うん、それ当たってるやつもあったけどそのちょっと動いてるからやっぱちょっと力入れたりするわけ、分散されてる、うん、だからさあの前の話や前回で、はいはい、固まってるやつは効く、はいはいはい、水みたいに柔らかかったら効けへんって、はい、ポジション移動でちょっと力逃がしてんねんな、逃がしたら逃げてんねん勝手に、うん、そういった部分で、なるほどですね、うん、だから、うん、井上選手のやっぱそこの見る観察力とはやっぱそのポジショニングがすごいなと、でも金太郎選手が3ラウンド、はい、井上選手にかなり追い詰めたと思うね、はい、気持ち的にもだいぶ追い詰めたと思うね、そうですね、はい、であれ変な話パンチ当たってたら金太郎選手勝ってるから、あうん、でもうまくいったら金太郎選手勝ちそうな場面ってあったよね、あったあった、はい、うんうん、だからどっかのラウンドで金太郎選手のストレートに井上選手がこう避けて、はい、でその時に金太郎選手がもう結果ないハ、はい、イキック蹴っとって当たってたなっていう場面を俺は鮮明に覚えてんね、はい、そのもう映像でやからこうって見えるけど、はいはい、でもその3ラウンドの金太郎選手のラッシュが、はい、もし当たってたんやったらこれは勝てた可能性もあったよな、あなるほどですね、うん、はい、なるほど、うん、でも会長的にやっぱこの井上選手が、はい、UAC で活躍してこっち戻ってきて、はい、まあ、金太郎選手は
アウトサイダー出身でパンから出て、ライジン出てっていう、やっぱ全然違うやん、はい、でそれってやっぱ素人的に見たらどうなの？言ったら海外ファイターやと、なんかもう国内ファイターみたいな感じやん、はい、いやもう普通に井上選手がやっぱり、うん、あの勝つっていうのがまあ一般的に多かったじゃないですか、うん、でもなんか今日試合見て思ったことが、金太郎選手ってこんな強豪にここまで追い詰めれるんやと思って、うんうん、俺逆に株上がったんかなと思ってて、うんうんうん、俺はなんかやっぱりカリスマ性あるなってめっちゃ改めて思った、うん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 、確かに金太郎選手の試合はなんかこう楽しみな感じするもん、うん、なんか激励なんか起こしてくれんちゃうかなとか、うんうん、なんか俺はあの人やっぱすごいなと思う、うんうん、引きつけさせる、見てる側を、うんうん、まあそうやな、うん、めっちゃテレビにあの引きつけられた今日、うんうんうん、一番引きつけられたと思う今日、うん、今日の試合の中で、うんうんまあ、そういった部分では多分もうはっきりしてる試合やから面白いと思う。あ、うん、ほんでなんか3ラウンドに打ち合ってる時に声出したんですよ、うん、金太郎選手が、うん、その気持ちの強さとか、うんうん、その勝負し出るっていう時のその覚悟、うん、そういうのがすごいなんか見てる側からしたら伝わって、うん、正直金太郎選手応援してしまった、うんうん、なんか俺的に全然話変わんないけど、はい、金太郎選手と朝倉海選手の試合も見てみたい。あ、うん、え、それはどういった面で見てみたいんですか？やっぱお互い打撃で言ったら、まあ、お互いアウトサイダー出身やから、はいはいはい、まあ、そういった部分でやっぱその、まあ、打撃の持ち味で見てみたいなって。あ、それをどういう化学反応を起こすんかなって、はいはいはい、うん、でもこの試合に関しても金太郎が勝つ可能性が全然めっちゃめちゃあると思う。あ、確かに分からん、やってみな分からんっていうところで、もしその2人の試合が勝敗予想するってなったら結構難しい。あ、うん、なるほどですね、はいはいはい、うん、確かに、うん、めっちゃ面白そうな試合ですね、うん、金太郎選手は打撃のファイターやけど、はい、組み技もしっかりできるし、あ、確かに、レスリングもしっかりできるし、はい、うん、結構、まあ、コンプリートファイターと俺は思ってるから。あ、なるほどですね、うん、ただ一発が強すぎてやっぱそこにやっぱこうちょっと偏ってしまう、見せに行くっていうところで、はい、なんかめっちゃ強くなる要素はめちゃめちゃある。今も強い、はい、強いけどなんかすごいもっと強いファイターになるんちゃうかなっていう可能性めっちゃ秘めてるだけのポテンシャル持ってる。はいはいはい、はい、なるほどですね。だって打撃をあんだけできるっていうのはやっぱみんなやりたくてもできひん。ああ、いや、やっぱある天性なもんもあるんすか？うん、あ、天性はあると思うよ。アテガンとかそういう部分とか、うん、アテガンとやっぱあんだけこう振り抜けるっていうのは、はい、やっぱ体の使い方とかもうまいと思うので。ああ、なるほどですね、うん、だってやっぱ振り抜かれへんやったら振り抜かれへん、はい、ガチみたいな。でもまあ一般の素人から見た時にアユ選手っていうのはやっぱり花があって面白いですね、試合見てて、うんうんうん、やっぱりあの捨て身でも行ったりするとこするじゃないですか、うんうん、でも見てて引きつけられるなっていうのは、うん、でもまあでも俺からしたらあれを1ラウンドから作らない。ああ、そうなんや。で1ラウンドから作らせてもらえなかったっていうところが井上選手に完全に復し込められてるから。ああ、なるほど、うん、だからそこで言ったらレベルの差はやっぱあるという。ああ、なるほど。花はあるけどレベルの差は。ああ、でも大健闘しましたよね。大健闘した。でも俺はだから金ちゃんのこと応援しとったからこそ、1ラウンドからあの3ラウンドの場面を作ってほしかった。せめて2ラウンドから作ってほしかった。あ、なるほど。だそうじゃないとやっぱ勝つ勝機は見出されへん。え、っていうことはね、2ラウンドぐらいにあの展開に持ち込んでたら、うん、穴はめちゃあったじゃないですか。あったあった。っていうことは、うん、あの逆転勝ちというか、うん、あった、出前を覆した可能性はあったってことですか？俺はあったと思う。そういう可能性もあったところで、はいはいはい、うん、でもたださっきも言ったけど井上選手がテイクダウンいかんかったのは意味がわからんかな。ああ、なるほどですね、うん、はいはいはい。だって打撃で見せるのってのは右でもっと勝負しに行くもん、はいはい、でも しに行かんと前で触ってポジション移動してテイクダウンいかんってことはやっぱポイントゲームでやっぱ綺麗なポイントゲームしに行ったんかなって。ああ、なるほどですね。か金太郎選手の打撃を警戒しすぎて踏み込まれへんかったっていう。あ、なるほどですね。そういうのが、だ金太郎選手の強さが、はい、そうさせへんかったのか。あ、なるほどですね。っていうのは、まあ、それはもうお互いのことやから分からんけど、はい、そういう風な感じで俺は試合に行った。さっきなんかストロッサーがなんか言ってたのが、うん、今日はあの金太郎選手が大健闘して、うん、井上選手の穴が見えへんかった ところが、うん、ちょっと見えたかもしれないって言ってたやん、うん、それってどういうところが穴っていう風に分析してるんですか？うん、でも俺は井上選手の試合をこの、まあ、石渡選手の試合を見て、はい、元谷選手の試合も見て、はいはい、やっぱステップ、はい、そこの空間の取り合いがめちゃめちゃうまい。あー、なるほど。ほんで手足が長くて、やっぱあのほんまんべんなくレベル高い。あー、なるほど、うん、だからそこで相手を言うたら制圧する中で、はい、やっぱ3ラウンドでもちょっと落ちたよ、はいはいはい、やっぱそこでやっぱ疲れてきた時にやっぱ自分の思い通りに動きにくいっていうところで、ね、そこをついていく。あー、だからその勝負するとしたらやっぱ2ラウンド以降、あ、そこが穴っていうか、うん、そういう勝機を生み出せるポイントになってくることなんですね、うん、今後、うん、なるほどですね。その代わり、はい、
金太郎選手みたいな、はい、やっぱそういう打撃のプレスがないと、はい、井上選手もやっぱこう、はい、集中して動けへんから、はいはいはい、なるほどですね、もうちょっとあのそこまで打撃なかったら、あ、もうちょいいけるわってなるわけや、はい、なるほどですね、右もここまでいったらいいなるわけや、はい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 、うん、っていうそこの緊張感もありきやな、あ、うん、なるほどですね、うん、だから俺はその井上選手が、はい、そのもちろんめっちゃ強い、はい、いやもうこの出てる中で言ったら、はい、でもそういうその場面さえ作ってしまえば、はい、まあ、金太郎選手に関しては勝機あったかなと思うな、あ、まあ、結果なんやけどな、なるほどですね、うんうん、なんか今までね、あの井上選手の試合を仕事ながら見ててね、うん、なんか結構もう全てにおいて圧倒的に勝ってるというイメージがあったんですよ、うん、だから本物の意味であのちょっとずば抜けてるかなと思ったんですけど、うん、そういうイメージの人をちょっとあそこまで追い詰めたじゃないですか、金太郎選手、うん、だからなんか井上選手もだからある意味あのみんな狙ってくるんかなとこれから思うんですよ、うんうんうん、だからそういう印象も変えてくれた金太郎選手ってやっぱすごいんかなって、うんうん、大金星に近いような大健闘みたいな、うんうんうん、そういうイメージですよね、うん、でも俺はでもなんかやっぱ思うのはなんで手入れへんかったんかなって、やっぱそれだけやっぱ、あ、そういう目線で見んねんね、やっぱり、だから手入れたらもっと楽に勝てたんちゃうかなってああ、なるほど、いうのはだってその井上選手のやっぱ寝技も警戒してる、絶対警戒してるから、みんな、あ、はい、うん、警戒しながらあんだけの打撃のスキル持ってるわけやから、すみません、いいですか、質問、うん、井上選手って、うん、今日の打撃で強さとか、まあ、見させてもらってるじゃないですか、うん、強いじゃないですか、うん、ステップ切って、うん、寝技もその打撃同様一緒ぐらい強いんですか、うん、強い、どっちが得意って言ったら どんなもんなんですか、いやでもほんま全部両方とも得意じゃん、でも、まあ、寝技も強いやな、あ、そのぐらい強いってことなんや、うん、だから俺はなんかそのスタイル的に言ったら綺麗なスタイルやん、はい、だから綺麗綺麗しすぎるよりもやっぱ勝負さしに行くっていう、はい、ところをやっぱこう山作ってほしいなっていう、なるほど、で逆に俺が対戦やったら山作られて家、あ、ずっと綺麗綺麗でされて井上選手のペースで持っていかれたとしても怖さがないやん、はい、そこまで、はい、今回の試合に関しては、はいはい、うん、でやっぱ怖さっていう部分はやっぱ与えてほしかったなっていうのは、でもそういった意味では金太郎選手 の、うん、その山作るっていう部分ではすごい山作れる選手なんちゃう、うん、じゃあでもな、うん、井上選手が怖さを与えに行ったら井上選手がリスクを負うから、あ、金太郎選手の強烈な打撃、鋭い打撃、あ、じゃあそういうのがあんねん、だから結局でも格闘技も頭ってことなんですね、頭、うん、だから井上選手賢いよ、あ、うんうん、頭もやっぱり賢くて肉体的にもやっぱり強いと、うん、兼ね備えてってことなんですね、賢くないとあんな追い込み方できんから、てかそういうのがやっぱプロ目線で見てるところがもう僕らと全然違うなと思います、うんうんうん、はい、だからあのさっきので言ったやん、はい、前の前回、はい、武田選手、はい、バックステップ禁止の作戦で言ったやろ、はい、うまく嘘かは知らんけど、はいはい、一応テレビ上では言っとったけど、はい、井上選手はバックステップめっちゃ使ってたやろ、確かにめっちゃ使ってた、うん、はい、うん、後ろにバックステップでも今の意識の仕方で使い方めっちゃ変わんない、ああなるほど、うん、だから下げられてるか下げさせてる、あの、さしてるとかもいろいろあるやん、あ、だからやっぱああいう風にやっぱ上行く選手っていうのはやっぱああいう動き絶対できる、ああなるほどですね、うんうん、はいはいはい、あん中でブルトーさんですか、ああ確かに、なんか確かなんかソラスさんがすみませんで戦った時も、うん、バックステップ使ってましたもんね、打撃の時に、うんうんうん、それ上下に出し入れして、うんうん、スパーンとタック入って、うんうん、制圧しましたもんね、うん、だからそれはほんまにケースバイケースやから、相手ありきやから、なるほど、ブルドーザーだからみたいに行く時は行くし、ああなるほどね、うん、一眼ね 100% それがいいっていうのはないんですね、うんうん、だからそこはもう格闘技のセンスやな、はい、向き合った時に、はい、相手が何されたら嫌とか何してくるなとか、はい、そういうのを察知できる、はい、危機察知能力とか相手を感じる、はい、だからよく言うやん、はい、ブルース・リーとかがなんか考える、はいはい、感じろ、はあなるほど、ブルース・リーかなって忘れてる、はい、だからその感じるってことが大事、なるほどですね、うん、すいません、あの結構時間20分近くなってきたんですけどごめんごめん、ちょっとこれまたやばなってきてるんで、うん、でも今日なんかこの深掘り解説結構面白かったんで、うん、いや俺はでもな、はい、今回ライジン30のバンタム級級の準々決勝に関しては、はい、メインとセミの試合は1試合1試合です、はい、あ、でも面白かったです、俺は絶対話したい、そしたらね、うん、あの次の動画で最後になるんですけど、うん、あのメインイベントの朝倉海選手 VS、うん、ヒロ山庭選手の、うん、あの戦いが終えたということで、うん、そこの徹底解析と、うん、あと勝負の分かれ目の、うん、はここやったっていうのをちょっとプロ目線で詳しくまた深掘って解説お願いします、うんうん、オッケー、はい、そしたらまたあの次に連続で撮るんでこの辺でお願いします、うんうん、まあ、皆さんの意見もまたコメント欄によろしくお願いします、はい、
じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。すぐ撮ります。はい。Thank you.